山梨、宮沢賢治、小さな谷川の底を映した、二枚の青い弦燈です。1、5月、2匹のカニの子供らが、青白い水の底で話していました。 クランボンは笑ったよ。クランボンはカプカプ笑ったよ。クランボンは跳ねて笑ったよ。クランボンはカプカプ笑ったよ。上の方や横の方は青く暗く鋼のように見えます。 そのなめらかな天井をつぶつぶ暗い泡が流れていきます。クランボンは笑っていたよ。クランボンはカプカプ笑ったよ。それならなぜクランボンは笑ったの知らない。つぶつぶ泡が流れていきます。 カニの子供らも、ポッ、ポッ、ポッ、と続けて、五六粒、泡を吐きました。それは揺れながら、水銀のように光って、斜めに上の方へ登って行きました。つーっと、銀の色の腹をひるがえして、 ききのさかながあたまのうえをすぎていきました。クランボンはしんだよ。クランボンはころされたよ。クランボンはしんでしまったよ。ころされたよ。それならなぜころされた お兄さんのカニは、その右側の四本の足の中の二本を、弟の平べったい頭に乗せながら言いました。わからない。魚がまたつーっと戻って下流の方へ行きました。クランボンは笑ったよ。 笑ったにわかにパッと明るくなり、日光の金は夢のように水の中に降ってきました。波から来る光の網が、そこの白い岩の上で美しく、ゆらゆら伸びたり縮んだりしました。 あわやちいさなごみからはまっすぐなかげのぼうがななめにみずのなかにならんでたちました。さかながこんはそこらじゅうのきんのひかりをまるっきりくちゃくちゃにしておまけにじぶんはてついろにへんにそこびかりして また神の方へ登りました。お魚はなぜああ行ったり来たりするの弟のカニが眩、ま、しそうに目を動かしながら尋ねました。何か悪いことをしているんだよ。取ってるんだよ。取ってるの うん。そのお魚がまた神から戻ってきました。今度はゆっくり落ち着いてひれもおも動かさずただ水にだけ流されながらお口を輪のように丸くしてやってきました。その影は黒く静かに。 そこの光の網の上を滑りました。お魚はその時です。にわかに天井に白い泡が立って、青光のまるでギラギラする鉄砲玉のようなものが、いきなり飛び込んできました。兄さんのカニは、 はっきりとその青いものの先がコンパスのように黒く尖っているのも見ました。と思ううちに、魚の白い腹がギラッと光って一遍翻り、上の方へ登ったようでしたが、それっきりもう青いものも魚の形も見えず、 光の金の網はゆらゆら揺れ、泡はつぶつぶ流れました。二匹はまるで声も出ず、いすくまってしまいました。お父さんのカニが出てきました。どうしたいブルブル震えているじゃないか。お父さん。 今、おかしなものが来たよ。どんなもんだ青くてね、光るんだよ。端がこんなに黒く尖ってるの。それが来たら、お魚が上へ登っていったよ。そいつの目が赤かったかいわからない。 うーん。しかし、そいつは鳥だよ。カワセミというんだ。大丈夫だ。安心しろ。俺たちは構わないんだから。お父さん、お魚はどこへ行ったの魚かい。魚は怖いところへ行った。 怖いよ、お父さん。いいいい、大丈夫だ。心配するな。そら、カバの花が流れてきた。ごらん、綺麗だろう。まと一緒に、白いカバの花びらが天井をたくさん滑ってきました。 弟の蟹も言いました。光の網はゆらゆら。伸びたり縮んだり。花びらの影は静かに砂を滑りました。2。12月。蟹の子供らは。もうよほど大きくなり。 そこの景色も夏から秋の間にすっかり変わりました白いやわらかな丸石も転がってき小さな霧の形の水晶の粒や金雲ものかけらも流れてきて止まりましたその冷たい水の底までラムネの瓶の月光がいっぱい つきとおりてんじょうではなみがあおじろいひをもやしたりけしたりしているようあたりはしんとしてただいかにもとくからというようにそのなみのおとがひびいてくるだけですカニのこどもらはあんまりつきがあかるくみずがきれいなので 眠らないで外に出て、しばらく黙って泡を吐いて、天井の方を見ていました。やっぱり僕の泡は大きいね。兄さん、わざと大きく吐いてるんだい。僕だってわざとならもっと大きく吐けるよ。吐いてごらん。おや たったそれっきりだろういいかい兄さんがはっから見ておいで。空。ね大きいだろう大きかないや。同じだい。近くだから自分のが大きく見えるんだよ。そんなら一緒に吐いてみよう。いいかい空。 やっぱり僕の方が大きいよ。本当かいじゃあ、もう一回吐くよ。ダメだい、そんなに伸び上がっては。また、お父さんのカニが出てきました。もう、寝ろ、寝ろ。遅いぞ。明日、イサドへ連れて行かんぞ。 お父さん、僕たちのあは、どっちおっきいのそれは兄さんの方だろう。そうじゃないよ。僕の方大きいんだよ。弟のかには泣きそうになりました。その時、とぶん。黒い、丸い。 大きなものが天井から落ちてずーっと沈んでまた上へ登っていきました。キラキラと金のブチが光りました。かわせミだ子供らのカニは首をすくめて言いました。お父さんのカニは 遠めがねのような両方の目をあらん限り伸ばして、よくよく見てから言いました。そうじゃない。あれは山梨だ。流れていくぞ。ついていってみよう。ああ、いい匂いだな。なるほど。そこらの月明かりの水の中は、山梨の いい匂いでいっぱいでした。三匹はぼかぼか流れていく山梨のとを追いました。その横歩きと、そこの暗い三つの影帽子が、合わせて六つ踊るようにして、山梨の丸い影を追いました。 まもなくみずはさらさらなり天んじょうのなみはいよいよあおいほのうをあげやまなしはよこになってきのえだにひっかかってとまりそのうえにはげっこうのにじがもかもかあつまりました「どうだやっぱりやまなしだよよくじゅくしてる」。 いい匂いだろう美味しそうだね、お父さん。待て待て、もう二日ばかり待つとね、こいつは下へ沈んでくる。それから一人でに美味しいお酒ができるから。さあ、もう帰って寝よう。おいで。 親子のカニは三匹自分らの穴に帰って行きます。波はいよいよ青白い炎をゆらゆらとあげました。それはまたうせ石の粉を吐いているようでした。私の言うはこれで 「おしまいであります」